長友かな子は、北海道函館市出身の元女子、プロレスラーである。函館大学附属柏両高校では、ハンドボール部で活躍。卒業後は、ジャッキー佐藤に憧れ、全日本女子プロレスに、昭和58年組として入門。同期に、ブル中野、小倉由美、小松美香、後に、レフェリーに転じる、八木下正美。 1983年6月24日、函館市民体育館での小倉由美戦でデビュー。小松美香とのタッグ、オペロン同盟で活躍した。1986年6月後楽園ホール大会で小松美香と組んで全日本タッグ選手権の初代王者チーム小倉由美、長堀和恵に挑戦。長友のタイムアップ寸前の抑え込みにより王座を獲得した。小松との オペロン同盟は実力よりキャラクターの魅力で人気があった。女子プロレス誌に連載企画を持ったり、全日本女子プロレス中継内のバラエティコーナーでレポーターを務めたことも、全日本タッグ選手権は一度の防衛後、11月の大阪城ホール大会で全王者チームに奪い返された。テレビドラマ、毎度お騒がせしますでレギュラー出演。1984年には、 女子プロレスを題材にしたテレビドラマ輝きたいのに劇中のプロレス団体東洋女子プロレスの所属レスラーとして出演。1987年6月28日高楽園ホールにて小松と引退試合を行い4年間の現役生活にピリオドを打つ。引退後吉本女子プロレス JD のマネージャーを務めていた。現在は地元に帰り結婚。 ボーイッシュ風の写真集を一冊刊行している。ありがとうございます。